わっさわっさ、どうも、琵琶湖街道なすびです。よろしくお願いします。なすび TV ほぼ毎日更新、最近毎日更新頑張ってますので、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。琵琶湖に関する情報を発信してまいりますので、ボーダーの方はもちろん、おかっぱりの方も参考にできればなと思っております。はい、ですね、2月の、12日ですかね、本日は。今日も、琵琶湖に浮いております。で、今日は、まあ、ガイドじゃなくて、まあ、練習で、という、感じですね。で、まあ、昨日も釣り何個で1日やってみてて、まあ、ボディーウォーターっていう琵琶湖何個の、まあ、ちょっと西岸寄りなんですけど、まあ、大体真ん中ぐらいに、まあ、水が流れてるんですけど、今放流多分50トンぐらいあると思うんですよね。まあ、水が流れるラインがあって、そこはウィードが生えてなくて、そこから西岸、東岸に分けて、ウィードエッジが存在するっていう感じで、そのウィードエッジに今魚が結構いるなっていうのを感じたので、まあ、先端になってるところも結局そういうところなんですけど、それでどうにか、僕の、誰もいないなんかオリジナルスポットを見つけれないかなと思って、このウィードエッジ沿いを今日は、サーチしていきました。で、何個の北エリアから、まあ、南エリアまで、まあ、ざっくりできる範囲でちょっとやろうかなと思ったんですけど、何個の北エリアが結構魚が濃くて、結果的に今日集中的にそこで、釣りをしていたっていう感じなんですけど、まあ、水温がだいたい何個の北エリアで、まあ、水温8度ぐらいですね、平均で。で、浅いところ、まあ、2メーターとか3メーターぐらいになると日中で、まあ、だいたい9度ぐらいになるかなっていう、感じはしました。はい。で、まあ、西側のウィードエッジ、結構ウィードエッジって西岸よりは結構岸沿いなんですけど、だいたい水深 3,4 メーターぐらいをチェックしてて、そういうところは、今日はですね、片田とか浮き見堂とかはあんまり魚いなくて、まあ、結局東寄りの、ウィードエッジ、木の浜とかにいましたね。まあ、結局その今アクティバの浮きも多分明日から土曜日で船団になると思うんですけど、その大体ど真ん中に船団できるんですけど、それは結構当該寄りのウィードエッジが、こうやって僕琵琶湖見て今説明してますけど、がこの動画やったら全然分かんなかったですよね。まあ、アクティバ沖土曜日船団になると思うんですけど、そこは東岸のウィードエッジです、実は。はい。で、だと思うんですけど、あ、東岸のウィードエッジかな、西岸のウィードエッジかな、まあ、ちょっと、よく分かんないですけど、まあ、とりあえず、東岸のウィードエッジが結構、魚いるかなっていう風にちょっと今日やってて思いましたね。まあ、そのさらに南エリアはどうかわからないんですけど、まあ、よく船団の方とかも、まあ、よう知ってますわっていう感じがちょっとしましたね。まあ、自分で探ってみてわかりました。で、今日はウィードエッジ沿いをやってて、まあ、結構カバースキャットとかノーシンカー系で釣れてる情報は聞くんですけど、まあ、僕の中でカバースキャットとかああいうノーシンカー系の釣りってすごい釣れる可能性はめちゃくちゃ高いと思うんですけど、テンポがやっぱ悪いって遅いっていうデメリットがあるので、どうしても魚が、今っている場所いない場所が結構はっきりしてるんで、まあ、年中そうなんですけど、ちょっと、なんか自信を持つ場所じゃないとやっぱ投げれないなっていう風には思いまして、 100% 魚がいる場所にしか投げれなくて、だからそのカバースケットノーシンカー系を投げるのってなかなか最後ですね。それまでは魚をずっと探る釣りをするっていう感じです。まあ、それで釣れたら嬉しいんですけど、そうやって探ってって、まあ、釣れるところを見つけたなり、なんかベイトが映って、まあ、沈み物があるところを見つけたなりなりとか、そういうのをしてようやくカバースケットノーシンカーを投げるっていう感じで、まあ、今日も1日何も情報を入れずに一から自分でちょっと探そうとやってまして、まあ巻物が結構メインになりましたので、ちょっと簡単にご紹介していこうかなと思います。まず使ったのが、ディープクランクのタックルです。やっぱ何個って結構ディープクランク需要があって、早くサーチができるんで、そのミドルレンジからディープにかけて、まあ、ミドルレンジからディープって何メーターやねんって感じなんですけど、まあ、大体3から5メーターぐらいを、一番早くサーチできるのがこのディープクランクなので、これを今日は結構使いました。まあ、ルアーは HU400 で、ロッドは71M プラス、ハイドアップの青マッカっていうサウンドの 71M プラスに、メタニウムに、フロロカーボンの12ポンドをつけたセッティングで、サーチしていきました。だいたい、まあ、4メーター5メーターぐらいだったらこの HU400 を使って、まあ、ウィードがどこにあるかとか、ウィードの種類が何かとかを探りながら、で、3メーターぐらいの浅いレンジで魚が映った時は HU300 を、使いました。はい、まずこのディープクランクが、
僕の今日のメインでしたかね、サーチするときに。でこれをまずサーチしてて、でディープクランクでサーチしてて、まあ、若干水が、あ、ちなみにディープクランク使ってるのも、今水が結構濁ってるのでディープクランク釣れるかなと思いました。波動が強いんでやりましたね。でそこで、やりながらもディープクランクでサーチしながらもちょっと水がクリアな時とか、ちょっともうちょっといるけどなんで食わないんかなと思って食わせるようにこのスイムジグを投げましたね。スイムジグ、これも結構早春の定番なんですけど、まあ、水温8度から、まあ、7度から9度ぐらいあって、まあ、2月なんですけど僕の中で結構プリスポーンというか春を意識してる釣りをちょっとイメージとしてやって、でこれは、まあ、ジャクオンから出ているバレッジスイマーアナザーエディション8分の3オンスにスタッカーの6インチこれをつけて、で竿はゾディアスの 72H でリールはカシータスのハイギアフロロカーボンの16ポンド。これをさ、このやからこのディープクランクとスイムジグのこの2つでサーチしていきました。はい、まあ、あとはこのスタッソとかを使って、巻物でサーチして、もうちょっと丁寧にやりたいなっていう時とかはこういうのを使ってビートエッジ沿いをドラッキングして、使っていきました。まあ、これはあの、大体 MH ぐらいの竿でやってます。ドラッキングしてどんどん糸出しながら、広くサーチできる底物かなと思って、スタスとスタッカーの5インチにウェイテッドピアス40をつけたセッティングです。これ毎年よく釣れるんで使ってます。で、そういうとこでスポットを見つけたらこういうカバースキャットを投げてます。カバースキャット、はい、カバースキャットはフック50のフックに今これ、デストロイヤーの68の MH にメタニウムフロロカーボン16ポンドこういうタックルでやってます。で、基本的にはそのディープからミドルにかけて、まあ、ディープクランクと、まあ、スイムジグでサーチしてたんですけど、まあ、水深浅いところだと、今度バイブレーションの方がサーチが速くなるので、バイブレーション使ってました。バイブレーションって言ってもたい焼きくんってハイドアップから出た最近出たやつなんですけど、あの結構でかいバイブレーションとしても使えるんで、まあ、ミノーモードとバイブレーションモードがあってバイブレーションモードにしてて、クイックチェンジャーの 5g をつけます。まあ、これでだいたいなんかマグナムバイブとして使えるかなと思って水深 3m 弱のところをずっと、これでサーチしてました。でこれは6点のヘビーの竿にこれもまたメタニウムにフロロカーボン16ポンド、まあ、こういうセッティングで今日はサーチしていきました。久々にこうやってちゃんと巻き戸はやってたんですけど、まあ、こう巻き物しながら、まあ、底物したりとか魚を、まあ、リセットした状態で探すのは、まあ、個人的にはすごい楽しかったです。はい、で明日もまあガイドなので、明日のT さんに繋げればなと思います。はい、そんな感じで、まあ、早春、冬から早春にかけての、魚探しの、なんか僕の考えのお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございました。明日釣れますように。